第1回飲食店ビンゴ、よいしょ。どうした人？どうもっちです。はい、というわけで今回は柏に来ております。はい、まあ、題名の通り今回は飲食店ビンゴということで、はい、もうルールは単純明快です。はい、このね、抽選箱の中にこんな感じでクレープみたいな感じで、はい、飲食店の名前が書いてあるくじがいっぱい入ってます。はい、で今クレープを引きました。はい、そしたら今回チーム戦です。はい、新世紀とミレニアム、はい、それぞれビンゴカードがあります。はい、この場合新世紀チームの方にだけクレープが入ってるんで、新世紀チームはこのクレープを買いに行って食います。で完食したらここが埋まります。なるほど。という感じで、まあ 3×3 なので縦横斜めどっかのラインを埋めたチームの勝ちっていうルールです。はい、ちなみに、はい、じゃあダブリも絶対あるんで。あ、そうですね。引いたやつは戻すので、はい、クレープが連続する可能性もあります。その場合も同じマスを永遠とこう回んなきゃいけないっていう。ただ胃が辛いだけですね。ですね。やるすぎる。というわけで今回は飲食店ビンゴやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい。じゃあまず1投目引いていいですか。あ、いいですよ。やだ、ちょっと待って。じゃあラーメンがあるんよ。ラーメンが軽めがいい最初は。水とかでいい。お。はい。マック。ああ、ある。ある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 。いいね。ある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 。いいね。これは定義は何の？マック定義。定義どうしようか。まあセットじゃない？そうセットだね。そうなんでしょ。お腹いっぱいです。いやいや、飯食ってくんの。どっち食うか決めよう。もう俺はさ、そう、まあ猛虎があるから、じゃあ俺先マック食おうかな。おお。オッケー。戦略的そうだね。まあ。まあ俺さっきちょっと飯食っちゃったで時間ちょっと置きたいから、ここはちょっとレイにマック任したいなっていう。食おう。オッケー、好きだし。オッケー、それで行こう。はい、買いに行きましょう。はい、僕が買ってきたのはエビフィレオの M セットですね。はい、でレイが買ったのが照り焼きチキンフィレオ。早く食べちゃいましょう。いただきます。いただきます。音質はあんま良くない。そう。ごちそうさまです。モロハ泣いちゃう。もうこ引きます。引かないでください。引きまーす。はい。何？クレープ。お。おお。やばい。ない。やばい、終わった。やばい、いいカード当たっちゃった。じゃあ、モッチ。俺か？いや、俺入れていいけど。いいんかい。デザート。デザートのペタの。そうだね。まあ、いいでしょう。いいんだ。行きまーす。いらっしゃい。いかついの持ってきてるよ。買ってきちゃった。いちごピーチヨーグルト買ってきちゃった。食え。うまそう。いただきます。歯かけない、歯かけない。だからいちごのなんかが入ってる。歯かけない、歯かけない。声小さ。もういいよ、早くして。いや食えないんだって、マジで。一気にクレープは2秒で食い終わる。食えねえよ。一口が小さすぎるだろお前。ありかよ。食えねえやん。ブチュっていけ、ブチュって。ちょうだい。さっき話し合いの結果ね、協力ありになったから。ああ、まずっ。やばいよ。ん、食えないんだって、あんまり。まずい。嘘でしょ。よかった。これね、生クリームじゃない。ヨーグルト。全部ヨーグルト。マジで。えぐ。何買ってきてんの。状態よ、今行こう。今その口の状態で行こう。あ、いいねー。ナイス。来た。クレープ開きます。うわ。じゃあ、3巡目いけ。いきます。ダウン。はい、ダウン。ダウン。いくぞ。カバンは嫌。31。おお。ああ、いや、でも、いや、でもリーチじゃん。リーチ。やばい。俺ら31やばい。いいぞ。まあ、食い切ったらだから、あくまでも。はい、やっぱいける。全然いける、31は。じゃあ、もっちで行こう。いいんかい。俺は31めっちゃ食いたい。俺もずっと食いたかった。俺も31食いたい。じゃあ言うと。じゃあ来る。オッケー。俺ら1個ずつ買えばいい。
俺が食う全部全部食いたい。いいよ。意外とでかいね。重いね。ちなみに何味？ロッキーロード。ああ。ポッピングシャワーです。出た出た出た。バンド名。そうなの？俺の一番最初のバンドの名前ポッピングシャワー。おもろ。ダサすぎ。大失敗バンド。すぐ解散した。完食。はい。言うてもね、マック食ってるから。お、か。じゃあレイ引いてくれ。かぶりなしで。ちなみに新世紀は、うん、日高屋でビンゴです。やばいんです。終わっちゃう。そう、お腹も別にいっぱいじゃないからまだ。食えるし。そう。夜ご飯いい。こちら。クレープじゃねえ。うぜ。もういいよ。ヨーグルトしてこい。でかいでかい。もういいよ。甘いし。そうじゃん。え、俺もういらない。うわー、うさい。甘党やん。もうやだ。クレープ食いてー。はい、チョコクリームかな。おいしそう。いやでもね、クレープって結構腹いっぱいにならん。いらない。いらないよね。じわじわ来てんで。ラーメン食えないかもしれない。なんかご褒美とか言ってましたけどめっちゃ切れてる。出ねえわ。バブってんだ。そうじゃん。おはようございます。マジで歌えるよ。クレープ、もうこ。サーティー。おー。何回行くんだよ。腹立つ。何買ったんですか？ピカチュウのコーラ&ソーラ&メロンソーダ。これは、そう、店員のおすすめを頼んで。よくわかんない。見たブルーベリーのなんかが来ました。あの商品を言われないっていう。そう、商品言われなかった。おすすめですって。まあ、この光景さっき見たからもういいよ。ピカチュウ。かわいい。カットで。いただきます。ごちそうさまでした。声ちっちゃ。ごちそうさまです。はい。ごちそうさまでした。次引こう。日高屋来てくれたら終わるからな、俺ら。日高屋は引かん。混ぜろ混ぜろ。うらー、こいつだ。飯行こう。さすがに行くぞ。はい。何？え？え？え？あ、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 ツービンゴ。ツービンゴ、こんにちは。ツービンゴ。いただきます。ツービンゴ。行きますか？お願い。最初はグー。じゃけんぽい。あっ。こいって。じゃあ、俺が行きます、日高屋。頼んだ。頼む。爆弾炒めと。シャオ。いただきます。うまっ。俺らはあとバーガーキングで2ラインビンゴがあるんです。やばい。なるほどね。俺らは吉野家が出ればやっとワンビンゴ。うわー、いいね。なんかいい感じじゃない。いや吉野家きつい。こっちにもある。俺もう食えない吉野家は。うわ、やだ。7巡目。じゃあたい焼きいきます。せーの、はい、スタバ。うわうわうわ、熱い熱い。やばいやばいやばい。熱い熱い。熱い。いいんじゃない。俺らないよ、スタバ来た。おい、いや、ベスト。でもスタバが来たということは蒙古タンメンなんだよ。確かに。しかも俺、意的にもう蒙古タンメン食えない。いや、俺も普通に食えない。とりあえずスタバ。まずスタバ行こう。うん、お前が行く。だって俺今結構食ってるよ。いや、まあ別にスタバは全然いいから。じゃあスタバ食って、食う。食う。ドリンクか。普通に飲めばいいんだよね。ああ、行ってきます。行ってこい。じゃあね。いらっしゃい。ただいま。はい、ここでしょ。いただきます。え、噛みそろ。飲んだ今。飲んだ飲んだ飲んだ。え、飲んだ本当に。うん、はい、アリです。アリじゃねえ。こいつ摂取量毎回アリです。俺も欲しい。海外入れる噛みそろマジで。いや、いいね、男らしい。
ごちそうさまです。しゃあ、来た、痛すぎる。次、俺らは蒙古タンメン、おわ銀だこ、おわバーガーキング。いや、全部いや、吉野家だったらやばい。まだ、うわ続く。もう吉野家や。いや、まあマックもサーティワンも全然あるから。大事です。終わりかね。8巡目。これはやばい。頼む。よし、来い。あー吉野家、やったー。吉野家、うざすぎ。やった。いや、でもあるよ、そっちも。熱っ。うざ。あ、そうか、1ラインできんのか。うわ、1ラインできてるやん。うわ、いい。うわ、ちょっと俺食えないです、吉野家。じゃあ、とりあえず吉野家食うじゃん。はい、食べます。で、もうバーキンか銀だこ。銀だこは銀だこで終わらせよ。でも半々ぐらいで食べてて美味しいってなる。うわ、よし、行こう。到着しました。チーズ牛丼を頼んだんで、いただいていきたいと思います。いただきます。はい、こっちも来ました。俺はネギ玉牛丼並み頼みました。食べていきます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。俺らはたい焼きが出れば終わる。よし、いやー、やばい、ありそうだしね。ここまで来て負けたら俺マジ悔しいよね。たい焼き来い。9巡目終わり。頼む、こいつだ。頼む。あー、やだ。金だこ。終わった。嬉しい。いや、実はまだ終わってないから。え、食い終わったらおしまいだ。あ、そうか。銀だこ開いてるから。え、さすがにまだ開いてる。まさか。わかんない。銀だこ閉店パターンあるよ。8時閉店だもん今。はい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 。こっちか。うわー、営業時間外だ。やったー。やったー。これこのせいでもう一回吉野家か日高屋が出る可能性増えたやん。言うな。あ、歌焼き、たい焼き。何31。おーい、おい、もういいよ。いや、俺食うよ。お前ラーメンです。8時半閉店だからギリギリ空いてる。行ってこい。俺行ってきます。待って。行ってくる。ちょっと待って。ちょっといい。え、なんかこいつラーメン食う前提で動いてたじゃん。で、さっきは運負けじゃん、じゃんけんっていう。まあ。え、違う。日高屋も分かるよ。はい、牛丼は違う。牛丼は負けただけ。最初はグー。じゃんけんぽい。イエーイ。いや、俺が食うのちょっと負けたから。早く行ってこい。レモンシャーベットな。レモンシャーベットな。もっち、俺もレモンシャーベットがいい。ただいま。もう何回目よこの絵。またお前これやん。セレクトフレーバーと飲んだらもう一回これ来た。マニュアルです。ガチきつい。終わらせろ、たい焼きで。すまんな。バーガーキング、たい焼きが見える。ズッ、オッ、ファーストキッチン。ファーストキッチンだよ。で、罰金って俺らはないじゃん。ない、おまちゃん。まあ何も影響してないわ。ただ食うだけ。食ってこいよ、ファーストキッチン。罰金。1時まででした。うざ。え、ちゃんと動画も撮りました。開いてなかった。はい、開いてきました、罰金。マジで腹いっぱい。ちょ、メニュー見よう。メニュー見るか。とりあえず入るか、やります。あれ、赤。え、あ、閉店しました。閉店しました。邪魔。残念だ。すいません。うぇー、やった。え、ちょっとさ、なんか銀だこの時も思ったけどさ、なんか食わないの、しゃばくない、ちょっと。どうすればいいから、そこに当てはまったらもうここって固定しよう。あー、変えよう。じゃあ、ないところに当たったら全部マックにしよう。まあ、ほぼマックじゃん。かぶりポテト L にしない。ポテト、あ、いいね。うん、で、埋まらない。で、埋まらない、そう。じゃあ、ハルキたちはバーガーキングか中卒。そう、そこ中卒空いてる。俺らはたい焼き、王道屋。王道屋ラーメン屋。ラーメン屋。たい焼き、王道屋。うわ、ケンタッキーも空いてないの。ケンタッキーは空いてる、でも。あ、関係ねえか、そっか。行きます。はい、頼む、レイ。こちら。何？え、何？バーキング。やったー。やっちまった。
まあまあでも食い切れないかもしれない。こいつらお腹いっぱいだ。食い切ります。いけます。まあまあ食ってみろ。食ってから言いなさい。食ってから言えよ。買ってきます。もう買ってこいよ。まあ食えねえだろ。匂い重っ。ちなみにワッパーセットです。わかんない。いや普通一番シンプルな王道のやつ。あいやー何それワッパー。でかないワッパー。ちょっとちなみにサイドメニューはオニオンリング。重っ。うえー、いただきます。いただきます。え、ふにゃん。こんだけしか俺も食いたい。俺も食いたい。おい、これ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 重っ。うまい。終わり、もう終わり。はい、氷やります。はい、氷やります。氷やります。まだあります。シャカシャカいってます。よし。あーバーガーキング。じゃーん。やだー。完璧な勝ち。しゃー3ラインで3ラインビンゴで勝利しました。圧勝です。圧勝です。圧勝。今回ははい新敵チーム走ることで、はい、まあなんか勝てそうな客持ってきてよ。じゃあありがとうございます。ああ